どうもゴピーです。今日はこのねロイヤルオークをね使っていきます。はい、もうまだね生まれて間もないです。いや、あのさ、今回のさゴッドベースがねめちゃくちゃうまくて、まあついにねノーチラス以外の変身ロボを、まあ、手に入れることができたんですよね。でしかもそう、それだけじゃなくてさ、あのね俺マジで人生でさ水パをねガチで使うの初めてかもしれないんだよね。本当にマジでそれぐらいさ水属性のパーティーとは縁がなくて、そう半分ネタでさね組んだ水パーティーとかならさ、まあ過去に使ったことあるかもしれんけど、少なくとも俺の記憶の中でさ、難しいダンジョン来たらこれで行こうっていう編成の中に水属性が存在したことは多分ないです。はい、なんでまあすごいねそういう意味でもめっちゃ楽しみ。さあそんなねまだ使い慣れてないロイヤルオークでいきなり4次元行きます。俺まだクリアしてないんですよこのダンジョン。でまあ正直言うけどマジで勝てるかどうかは分からん。なんか難しいダンジョン行くとき大体ね、まあ、当たり前のようにこういうセリフ吐いてるけど、いや今回はガチで分からん。だってさ最難関ダンジョンだよ。いやそんなんさ勝てたらもうね勇者じゃんマジで。こんなダンジョンね、まあ俺確かにね左上ね見てもらったら分かる通り時空取ってますけど、これマジで本当にあの時はもう俺がそのなんだろう、今持ってるキャラでこのダンジョンに勝つためにはもうこうするしかないっていう編成をそれを組んで、でさらにね気合と根性でもう無理やりクリアしたわけであってね、正直安定も全然してないしマジでもう今後二度と勝てる気もしてないんですよね。たださロイヤルオーク手に入れたらちょっと話は変わってくるわけじゃん。そうまあてなわけで、まあ今回行くわけです。ごめんなさい、もうなんかねこんなしょうもない話ネチ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 しててもしょうがないよね。もう早速いきます。まずですね、リーダーののノーチラスやねロイヤルオークに、スミレ武器で、バルキリーに、アカシェリング、まあこれは威嚇ですね。で、ドクターストレンジに伏黒恵、まあこいつはまあ消せない回復とか、あとね吸収ね裏に貯めてあるんで、まあこれをね後半にも使っていこうかなと思います。で、アメリカにリムルルの武器ですね。まあこれはね L 字と暗闇確保してます。で、ルティナにデッドプール、そしてロイヤルオークに、チェルンですね。まあ結構俺の中では考えたパーティーではある。だから勝ちたいけど勝てるかどうかは分からん。うん、まあとりあえずね試行回数積んで、まああとはちょっと厄介な敵避けていけばまあなんとかなるんじゃないかな、わかんないけど。うわ久しぶり、久しぶりだねこのダンジョン。 OK、 じゃあ、まあ、アメリカはまあ今使わないからこれ空打ちしといて OK、 まあちょっと水貯めますかまずは。いやマジでこのダンジョン本気で難しいからさね。あのさ、いまだにさ、パズドラやってる人でさ、このダンジョン勝てる人とかさ、マジで上位、数パーセント、1% もいないんじゃないかな。さすがにそれは言い過ぎかね。まあ、俺のさ、フレンドとか親友にもさ、クリアしてる人いたりはするけど、結構。でも、上位の人ばっかりだと思うんだよね。まあ、いや、とりあえずまず変身させて、削るか、一旦削ろうか。ちょっとどんなもんね、軽く出るかも。知りたいし。たださロイヤルオークね、なんかサブがね充実してなんか強くなったって言うじゃん。あでも結構入るな。じゃあルティナ使います。まあここは一旦受けようか。いや俺さマジでね本当にねロイヤルオークはマジで待ってたこのキャラ。あのね水属性さなんかいつか使いたいなとか思っててさ、それでさそのサブ候補ロイヤルオークのサブ候補のキャラがさどんどん当たってんのにさね、リーダーで強いやつがさマジで当たんないから本当にねロイヤルオーク当たってめっちゃ嬉しかったよ。 OK、 これはこれロイヤルオークまず片方変身させて、
いやこれ両方いっちゃっていいのかな。これさ、光のやつは固定で抜けるじゃん。いやちょっと闇が怖いんだよね。闇硬いよな絶対。もう両方変身させようか。 OK、 じゃあまあ烈向こう組んだら多分飛ばせんじゃないか。分割の方法がわからん。これが一番いいのこれ。もうわかんねえ。まあロイヤルオークコンボ加算多いしいけるでしょ。 OK、 よし。さあ、いやてかさ、ルティナがさ結構ね活躍すると思うんだよね今回。まあサブのメンバー全員もちろんね活躍してもらいたいけど、ちょっとルティナねマジで今回めちゃめちゃ強くなったから、ちょっとこいつにかなり期待してる俺は。じゃあバルキリーとアメリカ使いますか。なんか声がおかしいな今日ね。なんかさツイッターとかでもさめっちゃすごい当ててる人いっぱいいたよね変身ロボ。ちょっと俺もねまだそんなさめちゃくちゃね回数そんな引いてないからあれだけど、あーなんかいい火力出てるね。円話でも全然十分な火力出てるわ。 OK、 これなら安心だ。そうロイヤルオークの目覚めが終わった後は、そうルティナをねひたすら使っていけばいいんじゃないかなって思ってんだよね。なんかこれでどうにでもなりそうな気がする。いや火力すごくないこれ。いやマジで、まあ確かに今回ね LG 割と多めに積んでるから、ちょっとそこはね正直自信はあったけどね、エンハの倍率多分これ2倍あるはずです。エンハ倍率ちょ一応見てみようか。うん2倍だね。ちょっとここは確か左がめっちゃ HP 高いから、まあ一旦ここはまずまあ軽くタコ殴り。うわ硬いなさすが。え、あ右のやつ生きてんだ。君生きてたんだ。あーなるほど OK。 じゃあこれさ、いや待てよまだだ、まだ急所は使わない。いやただ軸チャレンジと違ってさ、こっちはさやっぱ時間の制限ないからいいよね。あのさ軸チャレンジってさ地味にさ制限時間短かったよねマジで。それがさしんどくてかなり苦戦を強いられたんだけどね、時間に気取られてさマジでボス戦の方とかさすごいやらかしまくってたもんな。ここはいやまだ吸収使わなくていいか。もう一旦殴ってから次やろう。次吸収向こう使います。いやーただ回復4ゲシ1個だけじゃちょっと心もとないね。OK、 じゃあ伏黒使いますかここで。あとルティナ使います。これ抜けるかな、なんかちょっと怖いね。ちょっと闇のやつが思った以上に硬かったな。まあいけるかさすがに。あー OK 飛ばしてね。よし、そう伏黒でね水目覚め消されるけど、まあルティナで上書きできるんで。でこの人、いや俺さできればさここ6ターン殴り合いしたかったんだけどね。これ多分吸収あるから抜いちゃうよなおそらく。ちょっと一回殴ってみる。ええ話でこれ多分抜いちゃうと思うんだよねこれ。まあ抜いたら抜いたらいいけど、ちょっとできればこのアシスト向こうは解除したいんだよね俺としては。ちょっとここ逆にお前の耐久力に頑張ってほしい。あ、オッケーオッケーオッケー、オッケーいいね。そうこのさ目覚めもこれで上書きできるわけじゃん、ね、これ良くないめっちゃ。これさめっちゃ良くないこれ。もうさっきから良くない良くないってうるさいね、ごめんね。
あ、待って、これ回復力追いつかなくない？これちょっとやばいか、ちょっとやばいね、回復力低いね。あれ、てかこれそもそも耐えれる？あっ、危ねえ。あー、そうかそうかそうか、そうだよね。そう、アシストとかでさ、そのチーム回復持ったりしてるからやべえなこれ。いや、これアシスト向こう、これ凶悪なギミックだなマジで、改めて思うけど。ちょっとこれは場合によってはアメリカあたり使わないといけなくなっちゃうかもしれない。いや、クソ痛えし。うん、これ回復追いつかないな。アメリカだ。よし。いや、ちょっと回復力心配だなマジで。バルキリーの回復度の強だけじゃ足りないのか。それはなかなか想定外だね。で、この次あれだよね、割合だよね確か。ああ、ただ今みたいにさ、ルティナ使い忘れるの怖いよね。これちょっと気をつけんといかんわ。よし、じゃあ、ここバルキリー使います。これでこいつのあの 1000% 割合耐えれるはずなんで、まあ一旦それ受けてアシスト向こう解除して次行こう。これさ、ちょっと回復低いから終盤のなんか殴り合いが不安になってくるよな。これ耐えれるよね。うん、耐えれるね、オッケー。よし、アシスト戻ってきたんで、ちょっとこっからまた頑張ろうか。いやー、ちょっと勝ちたいね、できればね。せっかくね、こんないいキャラ手に入れたんだからさ、やっぱ勝たんといかんでしょう。あの回復4ギシ2セットでさ、満タンいかないのってさ、普通に考えたらやばいよな。ちょっと大丈夫かな。消せないわ。あれ、たまんねえじゃん、これ。やばくね、これ。あれ、もアメリカあるから大丈夫か。今、一瞬焦った。これ、終わったんじゃねって、今、一瞬焦ったわ。耐えれるよね、多分。よし、じゃあアメリカ使います。いやー、ちょっとこのダンジョンマジでさ、激減スキルね、めっちゃ使うよな本当に。これさ、もう一回バル使うか、なんか怖くない？これなんかミリ残りそうじゃない？バル使うか、ミリ残るというか、これでさ、倒せなくない？まず倒せるかな。あー、ちょっと怖かったね今。オッケーオッケー。で、6回か。ここさ、俺さね、時空チャレンジの時さ、ずっとさ76で言ってたからさね、こいつね、マジで凶悪なことしてくるんだよね。確かなんだっけ、なんか暗闇目覚めと猛毒目覚めか、覚醒向こう食らった状態でね。そうだからさ、ね、ガスロとかさ、なんかあの辺のさ、昔の武器使ってたわ、懐かしい。いや、そんな時期があったわ。ね、今思えばバカらしいけどね、本当に。ね、こいつはさ、めっちゃ硬いんだよな、確か。このパーティーで抜けるのか、果たして。いや、それ以前にルーレットやべえな、これ。まあ、ちょっとこれ頑張って組むか。わー、そこ水分割したかったな、今。いや、でもちょっとバルキリーいけんじゃない、これ。あ、いけた、いけた。オッケー、オッケー。よし、よかった。
あ、てかもうあれだ、今ルーレットあれだな、あの回復のあの1列で解除できたね今。そう、このパーティーね、一応ねドクターストレンジあれつけてるんで、まあだからここもさ、ルーレット色揃えりゃいいんじゃない。よーし、じゃあ色揃ったんで、ここで、はい、オッケー。まあただこの後またルーレットやってくるよなこいつ。まあまあまあいいよ、もうこういう風に丁寧にやっていこう今回はね。マジで丁寧にやっていこう、マジで。うん、横着したらね絶対負けるからこのダンジョン。いやほんとクソむずいからねこのダンジョン。言っても最難関ダンジョン侮れねえよマジで。いやもう俺なんならねここもクソ時間かけるよ本当に。よし、 OK。 ただどういく、あーこうすりゃいいか、 OKOK。 じゃあ行きます。オッケー、さあ回復追いついてね。ちょっとやばいね、回復力本気で低いぞこのパーティー。あーちょっと待って、これさ無効感でさどれぐらい削るんだこれね。これ無効感でどれぐらい削るんだ。なんかさミリ残し怖くない。ちょっとアメリカ使うか。うん、これアメリカ使おう。これダメだ、怖すぎる。ミリ残し発狂に備えてアメリカ使って、こうだ。いやちょっとこれあれだ、ちょっと俺今回負けたら、うん、ちょっと回復力ちょっとなんとかしよう。この回復力問題解決させたパーティーでちょっとこれは再度挑まないかんね。いやまあここはね正直オロチが来てもロックはねもうルティナでなんとかなるんで。いやルティナ強くない？本気で、いや本気でルティナ強いと思うんだけどね。この団地さアホみたいにさ盤面ロック飛んでくるじゃん。その対策一人でこなせるってなかなか優秀だと思うんだよな。 OK、 つく読み、うわつく読みさこれどう、ミリ残ししない？まあさすがにないか。でこいつはねなんかね水生成やってくるんだよね。あ優しいよね、優しいけどダメージが痛すぎる。あれちょっと待って、この次って先生あったっけ。ね先生なかったんで、はい調べたらね。いやいいねこれさ、消防チャレンジの時これができねえんだよね、パズドラの画面から離れるっていうのがね。いやありがた。さあつくよみはじゃあもう通パンでね仕留めさせてもらいます。え火力さやばくないこれね。ロザリンシウルフとかいうさ俺ね多分世界で 俺一人しか使ってないだろう意味不明な編成使ってたんだけどさ、そのパーティーじゃさこいつ通パンなんてねえ不可能だったけどね。うわ出たこいつ。まあ一応そのヘイストも大丈夫なようにパーティーは一応組んではいるんだけど、え、これなんだっけ？あ、スミレか、スミレ武器ね。じゃあ、ここはまず一旦ロイヤルオーク使って、で、スミレ使う。OK。二色陣ね。まあただ暗い目覚めあるから、ちょっとここは一旦まず、あれだな。十字組みます。あーなんか十字2個組みたい。いや組めねえかこれ、なんかなんとかならない。いやならねえわ。あーなんかえあれ待って、これさ倒せそうじゃないこいつ。いや無理か、さすがに無理か、それさすがにそれきついかな。いやでもさ逆にここで中途半端な削りして
発狂食らいたくないな。待って、何その選択。いや、行けるんだったら俺行くけどね、ここ。どうしよう。次あれだよね、ブリトラインドラフロアだよね。ちょっと暗闇一旦無視していいか。じゃあちょっと、じゃあもうここ倒しに行こう。じゃあ倒せるんだったら倒してくれ、頼む。 OK、 ナイス、いい目覚め。よし。なんか、あれなんか順調すぎない？うわ、ブリトラか。まあまあまあいいでしょう。いやー、インドラだったらさ、これ立ち回り決まってたからさ、その通りにやればよかったんだけど、お前が来るとね、世界は平和じゃなくなっちゃうよ。こいつどうしよう。こいつの立ち回り全く考えてねえわ。ひたすら水消せないが来ないの祈るゲームなんだけど。いや、こいつどうしよう。こいつ、このさ、世界で一番クズな野郎どうすればいい。しかもそもそも回復が追いつくか問題もあるし、やべえな。まあ回復は追いつくか、さすがに。いやー、ちょっと変な消せないやってこないでほしいな。何してくる？光か、オッケー。じゃあ一旦ここはまあ闇消せない、闇を消して。いや、これどう立ち回ればいいか本気で分かんねえぞ。どうしよう。てか回復がさ、また追いつかなそうなんだけど、追いつかなそうな剣について。いや、アメリカ使おう。もう押しまずアメリカ使ってきゃいいか。オッケーオッケー、ああもういいや、どうとでもなるよ多分、わからんけど。さあ、これでまず削る。勝った。あ、火消せないわ、ありがたいね。そういう逆にありがたいぞ。ねえ、どうせロイヤルオークで消せるし。ちょっと今のうちに HP 回復しといて、水は残す。なんかあんま降ってこないな。ルティナもうちょい頑張って。これさ、無効管組んだ方が火力出るのかな、ひょっとして。どうなんだろう。俺確かにこのパーティー水の列あんま積んでないんだよね。ちょっと無効管組んでみようか一旦。はい、さあ消せない。まだ水がね、やられてないから、そこはすごいありがたい。お、また火消せないだ。君本当にそれでいいのかい。いや、ここむずいな。てか、こいつさ、HP 何本あるんだ？ちょっとそれによってさ、こっちの立ち回りもまた変わってくるんですけど。覚醒ブリトラさん。あ、じゃあ、転生だ。HCP340 億です。いや無理だ、こっから倒しに行くのはさすがに無理だね。じゃあとりあえず半分まで削って、なんか半分切ったらやってくるわけのわかんない攻撃を一旦受けましょうか。ここは確か半分切ると回復消せないやってくんだよね、めっちゃ厄介だ。あ、まあここはいいや、焦げしで。ちょっと半分切ってからがね、またこのキャラめんどくさいんだよね。でさ、なんかやってくるでしょ、半減だっけ。こっからさ、そう、これやってくるんすよこいつ。でまたこういうことしてくるでしょ。でどうすんのこっから。
あれこっからどう、あれこれやばくないこれ。いや、あ、じゃあここはまだ大丈夫だ。ここは、待って、ここでさバル使わされるのまずくない？次ウィシャスだよね。あいつさ操作短縮とかやってくるよね。まずくない？ちょっと待って、これどうしたらいいんだ。これロイヤルオーク使ってもなんもならないよね。いやバル使うしかないか、とりあえずまず。でおそらくこの HP だとこいつのね発狂受けきるの多分無理なんで、まあ、ここは適当なゴゲシで一旦対処して、適当なゴゲシで一旦しのいで、こっから倒したい。闇消せないね。 OK、 いや待って、倒せる自信がありません。どうしたらいいですかこれ。ちょっと待って、こっから倒せる、いや無理じゃないね、無理でしょこれ。いや HP わずかだけど、ちょっと待ってね、ちょっと待ってよ。170でしょ、半分が170で、今こいつの HP 6分の1ぐらいかな。いやこれは、いや無理だ。いや、ま、あ待ってよ、いや、あ待って、いや待ってよ、落ち着け。いやまあ最悪アメリカあるけど、ちょっとアメリカここで使っていいのか。ちょ待って、考えろ。ただこいつ10パー以下で発狂すんだよね。いやアメリカ使おう、ここアメリカ、アメリカ使って、あそうだね、もう普通にアメリカ使って耐えよう、こいつは。いや、多分ね、これ、ミリ残りますよ。俺のね、ダメージの感がそう言っている。4ゲシ2つ組むべきか、これ。いやー、ですよね、分かってた。それは知ってた。あぶねえ。いや、マジで怖えわ。OK。まあ、さすがにこれは倒せるわ。いや、ちょっとね、この辺りのね、階層、マジで難しい。で、ここもさ、厄介なんだよね。光か。まずルーレットやってくるよね、確か。ちょっとここのねパズルマジで大事だから、ちょっとここ時間かけよう。ここのパズルめちゃくそ大事。いやでもこれね、まだ光ビジャスだったのが結構ありがたかったね。これ木だとねもっと厄介なんだよね。ちょっととりあえずまずルーレット色揃えますね。はい、うん、オッケー。いや、オッケーだけど、これいけるかな？ちょっと自信がないな、マジで。自信がないけど、行くしかないか。ちょっとね、レッツムコ感頑張って、組みに行きます。いや、11秒か。操作時間11秒。いけるか。まあ、とりあえず、ちょっとやれるだけやってみますね。まあ、いいや、オッケー。レッツ無効感決まっただけマシ。ただ10コンもできなかった、やべえ。いや、くそ、10コンもできなかった。マジか。やってしまった。やべえ、しかもうんこ生きて。オッケー、トイレから戻ってきました。あのさ、トイレ行きながらさ、考えてたんだけどさ、でまあ、ちょっと調べてきたんだけど、こいつね、なんかあの通常攻撃がね170万とかだから、あのこれね、バルキリーとかね、まあアメリカでもいいけど、これがねあと 2,3 ターンでもたまるんだよね。だからあの普通にね、別に4体以内に倒す必要はないんですよね、はっきり言って。
なんでちょっとここはね適当になんか適当なコンボでまず溜まるの待ちます。はい、別にここそんな頑張る必要なかったわ。オッケー。まあただあれだね、発狂ラインにだけは絶対にあの入れないようにね注意しよう。そこだけで次攻撃してくるでしょ。次攻撃してくるんでここで、まあアメリカでいいかな。これドクターストレンジはねこの伏黒ねもしかしたら多分使うかもしれないんで、まあこいつは取っときましょう。なんでちょっとここはアメリカ使って、で水のゴゲシね、ロイヤルオークだからゴゲシでいいんだよね、これでいいんだよね。だからいやちょっと俺さロイヤルオーク初めて使ってんだけどさ、えなんかめっちゃ使いこなせてない。いや初めて使ってね今神秘の次元4次元ここまでいけてるって相当すごくない。まあちょっとそんなね、余裕こいてたら多分絶対負けるんで、ちょ、マジ気引き締めてこう。いや、せっかくね、一発でここまで来れてんだから、ね。そしてもう俺がね、一番嫌いなあのブリトラもね、超えてきたわけだからさ、ちょっとこれは勝たんと、さすがに。これさすがに勝たんといけないでしょ、これ。いや、にしても、え、ちょっと待って、にしてもさ、硬すぎん、こいつ。まあ、まだバルキリーあるからいいけどさ、え、ちょっと硬すぎじゃない、さすがに。こいつこんな化け物みたいな硬さしてたんだ。あんましこのパーティーの火力に溺れちゃいけないかもしれない。じゃあもう一回ここ、あれだな、バルキリー使うか。いやー激減2枚入れてよかったね。これなかったら相当やばかったぞマジで。ちょっともうここ油断せずにどんどん殴らんといけんね。これなんかいずれにしてもなんか突破できてなさそうだなこれ。あの一番最初のさルーレットパズルね決まったとしても、うわーその日もったいなくない。あーまあでも激減ループするから、そうか光ビジャスは完全に完封してんのかこのパーティー強っ。なんかまたミリ残りそうなんで、ちょっとこれまたあれだな、アメリカ使うことになりそうだな。あ、これ行くか、さすがに。いや、ちょっとこれはさすがに突破しよう。多分行けるわ。まあ、行けなかったら、もう、泣こう。あ、行ける行ける。これはさすがに行けるわ。OK。いやちょっと回復問題だけちょっとやばいね、解決してないね。それだけ、そこだけちょっと懸念材料がずっと残ってる。いやこれボス戦の殴り合いまずいかもしれんな、もしかしたら。 OK、 12階は、あメタトロンか。メタトロンはパズル教室ミスりたくないね。でまあその回復目覚め正直いらないんで上書きしましょうか。いやメタトロン怖いぞこいつ普通に。あのねなんか神秘の次元のさあの一つ目の聖地アルバートがボスのやつはさ、あのサリアがさあれじゃんパズル教室じゃん。あいつはさ別にパズル教室失敗してもさ殺してこんじゃん。こいつね殺してくるらしいよ、やばくね。サイコパスじゃん本当にね。こんな難しいダンジョンでさ、しかも結構後半の方に出てくるくせにさ、
パズル教室失敗でさ殺すとかさ、マジでの狂気の沙汰だよね。でさ、これなんか HP がさ絶妙になんか高くて、これロイヤルオーク風情の固定じゃ多分抜けないんじゃないかな、おそらく。だからパズル教室は多分することになるよね。これね、76でこのねパズル教室やるとね、マジで地獄だからね、本当に本当にガチで地獄だから。でなんかしれっとアメリカのなんかあれだな、属性吸収リムルルの武器がたまろうとしとるね。これ多分抜けないと思うんだよね。いやだよね、絶妙すぎるよこれ。これ何秒だっけ。うわそうか、操作はバッチじゃないから5秒だ。ちょっとここ考えます。あ、 OK、 じゃあルート決まったんでちょっとやりますね。ねこれそうなんだよね、これ爆弾のね位置が大事で、あのお邪魔ねつなげたとしても爆弾でさ、それがねそうつながらなくなっちゃう場合があるから、ちょっとそこだけね気をつけないといけないんだよね、このパズル教室。これね僕はこういう風に組みます。これ OK よね。よし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 。これさ称号チャレンジでやるこのパズル教室マジでクソ緊張するからね、本当にやばいよ。なんかその兵士と逆に邪魔なんだけど、やめて、ちょ逆にそれやめてほしかったな俺。まあいっか、じゃあまあいいや、まあもうここはもう用はないんで、もうさっさと突破しよう。でこの次がなんだっけ、ウルト階層だっけ。ここもね初見殺し満載フロアなんだよね次も。あれあれ HP 足りなくない。